を始めて、うん、まあ、最初の目標を見るのは多分ワンマンライブやと思うんです、うん、そう、ワンマンライブ好きなんですね。好きなんですね。皆さんこんばんは、ミュージックキッチン TV へようこそ。まあ、今週も自宅からということですが、自宅にいるだけで世界を救えるというめったにないチャンスなので、皆さん一緒に頑張りましょう。さて、今日のクイズです。私が毎朝起きてすぐにすることは何でしょうか。3、2、1。答えは番組の後で。せーの、レッツクッキング。ニーナ光のライブ講座。始まりました。ライブ講座、はい、久しぶりですよね。そうやね。久しぶりなんかめっちゃ。うん。最初の頃ね。はい。ちょこちょこ、ね、やってましたけどね。はい。はい、まあ、ライブで、まあ路上ライブを200回以上やられてますけど、はい、お客さんも聞いてきて、はい、目指すところはやっぱりあのワンマンライブを。そうですね。みんなをしたいなってなると思うんですよ。そうですね。ね、活動を始めて、うん、まあ最初の目標みんな多分ワンマンライブやと思うんですよ。ひかりちゃん。立て続けにワンマンばっかりやってますけど、そう、ワンマンライブ好きなんですね。好きなんね、はい、うん、それをやるにはね、うん、どういう風に段階を経ていったらいいかなみたいな。私は最近よくやってるのはそのカフェのワンマンライブ、ちっちゃい会場でファンの方と近い距離でこう、うん、ライブをするのが好きなので、そういうちっちゃいライブを定期的にやってるんですけど、うん、それ初めて何年目とかあるの、はい、いや、初めて一番最初にやったワンマンとか、あ、でも1年未満で多分ワンマンライブしましたね。でもあれでしょ、うん、会場代とか、うん、結構かかるんですね。かかりますね。そう、それ大変なんです。大変でしたね。しかもまあ完全にギター一本一人で弾き語りってなると、まだね、そこまでなんですよ、うん、まあ、サポートメンバー入れてバンドでするってなったらサポート代とかも、あ、そうだね、機材代とかもね、いろいろかかってくるので、それはね、なかなかハードル高いな。そうなんですよね、うん、でもあとは会場も、もういろんな会場があるじゃないですか、うん、1日何時間何万円とか、うん、ノルマ制とか、うん、まあ、いろんな条件でやってはるライブハウスとか会場とかがあるので、うん、そういうのを見つけて交渉して、で、まあ、最初はそのライブハウスとかライブカフェとかやってたんですけど、うん、ホールワンマンライブを1回やったことがあって、あ、そうなんですよ。ホールで1回やったことがあって、東京の三鷹の星野ホールっていうホールがあって、星が好きなんで、そこがいいなと思って、はい、させてもらいましたね。それは大変やったですよね。大変でした。ちょっとバンドで、はい、やりましたね。めちゃめちゃいい経験やし、やっぱりライブハウスとは違った空間で、もうね、ホールなんで、ね、コンサートみたいな感じで、ね、そういうことやね、はい、そうやね。お客さんもちょっと距離感もあって、音もふわっと、ね、そう、広がる感じが、ね、やっぱ全然聞こえ方も違うし、もう見てる側も多分ね、もう何ていうか、もうライブハウスと、まあ本当に全然空気が違うから。で、もともと私クラシックバレエやってたんで、そういうステージとかそういうホールの雰囲気が結構好きで、はいはいはい、でライブいつかやってみたいなと思って、うんうんうん、一つ大きな目標として決めてできた夢が一つ叶ったって感じですね。活動して何年目なの？何年目かな、4、5年ぐらいですかね。はい、金髪でしたその時。はい、金髪ショートの時代です。はい、お客さんどれぐらい入ったんですか。100人は来なかったかな。80人ぐらいかな。おー、でもすごいね。トイレで思うからね、はい、すごいね。東京に出て行って、はい、ライブから始めて行って、うんうん、4、5年経って、はい、どのぐらい前からその告知とかだ、うん、準備みたいな、半年ぐらいかな。まあ路上ライブもたくさんして、うん、ね、チケット売ってやってましたね。で、オンリースターっていう曲とかも発売したのがそのワンマンライブやったと思います。あ、レコ初ワンマン。そうですね、レコ初ワンマン。大体そのワンマンライブするときは、うん、その CD、 新しい CD を発売するっていうのでワンマンライブやってましたね、はいはい、成功したんですか。はい、おお、ね、ありがとうございます。懐かしい。懐かしいです。はい、そんな感じですかね。で、今はそのまあ東京にいる時よりも活動はちょっとやっぱりね、あの減ってきたのと、うん、まあ、新しい仕事も始めて、今は緩く私のマイペースな活動で、好きなカフェで身近に近い距離でお客さんとこう一つの空間を楽しむっていう、そういうライブハウスを楽しんでます、
そういろんな形があって、そうね、いいと思いますね。やっぱこう対バンで4分とか5分やったらね、30分ぐらいですよね、持ち時間ないから、うん、そうですね、まあ、曲やってちょっと喋るぐらいやけど、ワンマンやったらね、自由に自分の思いも伝えるとか、はい、大体喋ってます私トークを見せてそういうのはやっぱりファンの人はね、嬉しいね。そうですね、でもブッキングはブッキングで、その違うアーティストさんのお客さんとか知ってもらう、そうですね、知ってもらうとか、うん、会ったことがない方に聞いてもらえるっていう、うん、そういうメリットとかがあるので、あとは会場によっても全然違うので、うん、はい、いろいろみんなに合ってるものをね、こうやってみたら分かってくるんじゃないかなって思います。そうだね、はい、だからまあ、これ見てる方もね、こう地道にファンの方もね、はい、増やしていって、うん、いつかワンマンライブですよね。そうですね、ミュージックキッチン TV のワンマンライブもしたいですね。そうですね、はい、あ、そんなのもやりたいですね。やりたい、やりたい、なるほど、はい、ぜひやりましょう。はい、まずはチャンネル登録お願いしますということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。さて、今日もお楽しみいただけましたでしょうか。それではクイズの答え合わせです。私、藤田真奈が毎朝起きてすぐにすることは何ですかという質問でしたが、答えは読書です。結構私本読むのが好きで毎日たくさん読んでいます。皆さんもおうち時間ぜひ読書してみてください。それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また来週。